タレントのひろみ、59が27日都内で行われた廃校期ビルダーズ・スピリットプロジェクト発表会に登壇した DIY を得意とするひろみは最終目標として家を建てたいと明かした写真スーツ姿で登場し職人たちにエールを送るひろみ。今日からスタートする廃校期ビルダーズ・スピリットプロジェクトは日本を支える職人を全力でサポートするプロジェクト 廃校期ビルダーズスピリットアワードを創設し、仕事への志、喜び、魅力、アイデアを募集する。電動、空気工具ブランド廃校機、廃校機の CCO を務めるヒロミは、今回のプロジェクトを受け、日本の職人応援隊長にも就任。僕で大丈夫でしょうか。精一杯頑張らせていただきます。と意気込みを語った。 現役の職人3人を迎えてのトークセッションではバラエティ番組などで DIY を披露することが多いヒロミが子どもたちからは職人だと思われているので職人さんがたまにテレビに出ていると思っているじゃないでしょうかとあらう職人になったきっかけについて語り合う場面ではヒロミの父が大工だったことを明かし兄が継ぐことになっていたので当時俺はいいかなと思っていたと話す。 今になって DIY やリフォームをテレビで披露することになったが、いまだに父とはその話をしたことがないといい、いつか聞いてみようかと思っていますと思いを明かした。